いつもご覧いただきありがとうございます。本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は市川守先生の教養としての健康情報、それ本当に信じていいですかです。世の中には健康に関する情報が無数に存在しています。例えば牛乳を飲むと背が伸びたり骨が丈夫になったりする。ブルーベリーを食べると視力が回復する。朝ごはんをもりもりと食べた方が健康にいい。このような科学的に根拠のない噂があたかも事実であるかのように出回り、私たちはなんとなくそんな噂を正しいことのように信じ込んでしまっています。そこには事実よりも感情を揺さぶった方が健康本や雑誌が売れ、テレビの視聴率は上がり、食品やサプリメントが売れるという大人の事情が潜んでいるんです。YouTube の再生数もそうかもしれません。一つ一つの健康情報が正しいかどうかを判断するためには、私たちは情報を鵜呑みにするのではなく、自分の手で調べ、自分の頭で納得していく必要があるでしょう。そこで本日は NHK のチーフディレクターを務めている市川先生が執筆された本書から、世の中にあふれている健康情報について特に大切な内容をピックアップしてご紹介していきます。もしかしたらあなたが信じている情報は単なるデタラメかもしれませんし、逆に嘘だと思い込んでいる情報が真実かもしれません。一緒に楽しく学びつつ、私たちの健康情報リテラシーを鍛えていきましょう。そんな健康情報の嘘本当について今節丁寧に書かれている本書の中から、本日ご紹介いたします内容は以下の3つです。第1章、鼻の穴の周りにワセリンを塗ったら花粉症が抑えられる？実は効果的な花粉対策。第2章、ワインには認知症の予防効果あり。認知症予防の嘘本当。第3章、ぎっくり腰に〇〇は古い常識。腰痛を早く治すために大切なことはこれだ。どれもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、鼻の穴の周りにワセリンを塗ったら花粉症が抑えられる？実は効果的な花粉対策。第1章では風邪やインフルエンザなどの身近な病気に関する健康情報について解説していきましょう。早速ですが、具体的には次の3つに分けて見ていきます。1、風邪予防にはうがい薬は使わない方がいいって本当？ 2、インフルエンザはマスクで防げる？ 3、鼻にワセリンを塗ると花粉症を予防できる？それぞれ一つずつ見ていきましょう。まず一つ目の、風邪予防にはうがい薬を使わない方がいいって本当について解説していきます。うがいをするときに独特な香りを持っている黒いヨード入りのうがい薬を使っている方多いのではないでしょうか。特にうがい薬のイソジンなんかはとても有名で、誰でも一度は使ったことがあると思います。風邪の時に大きな悩みの一つとなる喉の痛みの原因となる細菌やウイルスを、確かにヨード入りのうがい薬は消毒殺菌してくれる効果があります。となると、外から帰ってきた時にうがい薬を使ってうがいをした方が風邪予防に効果的なように思えますよね。さて皆さんは、風邪予防にはうがい薬を使った方が効果的であるというイメージは正しいか間違いか、どちらだと思いますでしょうか。結論から言いますと、うがい薬を使わずに普通の水だけでうがいをした方が風邪予防に効果的であるという研究結果が、京都大学などの研究グループによって発表されています。京都大学の研究において、387人の研究対象者を1日3回水だけでうがいをするグループ、ヨード入りのうがい薬でうがいをするグループ、特にうがいをしないグループの3つに分けて、2ヶ月の間に風邪を発症するかどうかが調査されました。すると、特にうがいをしないグループは1ヶ月あたりの風邪の発症率は100人中26人だったのに対して、水だけでうがいをするグループは100人中17人と、約4割も風邪の発症率が下がったんです。ところが、ヨード入りのうがい薬でうがいをするグループは100人中24人が風邪をひいてしまい、特にうがいをしないグループと統計的な差異が見られないという結果が示されたんです。さて、なぜ水でうがいをすると風邪の発症率が減少したのに、うがい薬を使うと風邪予防の効果が現れなかったのでしょうか。京都大学の河村教授は、明確な因果関係は不明としながらも、ヨード液は人間の口の中にある正常な細菌まで殺菌してしまい、逆に免疫力が低下して感染しやすい状態になってしまったのではないかと推察しています。人間は健康的な状態でいれば、風邪に対する十分な免疫力を持っています。それなのに、むやみに殺菌効果の高いうがい薬を使ってしまうと、私たちに本来備わっている自然な免疫力が弱まってしまうということですね。風邪にかかっている人と接した時や、人混みから帰ってきた時にうがい液を使って消毒殺菌するのは効果的かもしれません。ですが、日頃から徹底して口の中の殺菌をしてしまうと、かえって風邪にかかりやすい状態になってしまう恐れがあります。風邪予防のためのうがいは基本的に水だけで行うようにして、その代わり1日に3回4回とうがいの頻度を上げることが風邪予防には効果的であると覚えておきましょう。続いて2つ目のインフルエンザはマスクで防げるについて解説していきます。近年では新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、依然として気をつけるべき感染症の一つがインフルエンザです。特に2023年に入ってからは季節性インフルエンザが大流行しております。5月に入ってもインフルエンザの流行により学級閉鎖や休校が相次いでいるなど、例年になくインフルエンザの感染が拡大しているのはニュースでご存知の方も多いのではないかと思います。さて、インフルエンザの対策といいますと、真っ先に思いつくのはマスクの着用です。新型コロナウイルスの5類移行に伴ってマスクの着用の見直しがされましたが、果たしてマスクの着用はインフルエンザの予防には効果的なのでしょうか。もしマスクがインフルエンザを予防するのであれば、新型コロナ対策にかかわらずインフルエンザの流行時期にはマスクを着用してインフルエンザを予防したいところですよね。結論としては、実はマスクの着用はインフルエンザの予防効果はあまり効果がないと言われています。2019年に発表されたアメリカのミシガン大学の研究によりますと、学生1297人をインフルエンザ対策として何もしないグループとマスクを着用するグループに分けて、冬の間にインフルエンザ発症率を調査したところ、何もしないグループに比べてマスクを着用するグループはわずかに発症率が減るだけにとどまったということが分かったといいます。しかもこの研究では、学生の被験者に対してマスクは1日1枚で使い捨てる、食事などで外す場合は袋に入れるなど衛生面を徹底させていました。マスクを長時間使い続けると、マスク自体がウイルスに汚染されて逆にインフルエンザの発症率が高まる恐れがあるからです。また、マスクの着用時にマスクと肌の間に隙間ができてしまうと効果がなくなりますので、研究対象の学生はマスクのサイズもしっかりと自分に合ったものを着用していました。そこまで徹底的に丁寧に対策しても、インフルエンザの感染率にそこまで大きな違いがないのですから、マスクによるインフルエンザの予防効果はあまりないと考えていいでしょう。一方、マスクの着用はインフルエンザの感染拡大にはとても有効となります。要は、マスクの着用はインフルエンザから自分を守る手段ではなく、インフルエンザから他人を守る手段、うつさないための手段として有効というわけです。実際のところ、インフルエンザの予防対策として効果的なのは、ワクチンの接種、手洗い、うがい、人が混雑しているところは避けるといった対策になります。マスクをしていれば安心というイメージは実は間違っていますので、やはりしっかりと手洗い、うがいを心がけ、可能であればワクチン接種などで予防するようにしましょう。もちろん、感染してしまった場合は咳やくしゃみで家族や周囲の人に感染を広げないために、マスクの着用は効果的であることは忘れないでくださいね。続いて3つ目の鼻にワセリンを塗ると花粉症を予防できるについて解説していきます。毎年春になると杉やヒノキなどの花粉でアレルギー反応が出て、とても辛い思いをする人も少なくないでしょう。人によってはイネ科の植物やブタクサなどの花粉に反応してしまい、秋にも花粉症の症状で苦しむことも珍しくありません。そんな花粉症で苦しんでいる方は、外出時に鼻の中にワセリンを塗ると症状が軽くなるという噂を耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。花粉症は鼻の粘膜などに花粉がついてアレルギー症状を発症するわけですから、確かに吸着力のあるワセリンで花粉をシャットアウトするのは効果的な気がします。一方、ワセリンを塗るなんて物理的な方法で花粉症が防げるわけないでしょうなんて気持ちもありますよね。実は世界的に評価の高いイギリスの国民保健サービスが推奨している花粉症対策の一つとして、鼻の穴の周りにワセリンを塗って花粉が鼻の中に入るのを防ぐという対策が紹介されています。なんとイギリスの国営の保健事業が公式に鼻にワセリンを塗ることを花粉症対策として推奨しているんです。実際2013年に中国で行われた研究では、花粉症によるアレルギー性鼻炎と診断された患者30人をワセリンと同じ成分を含む治療用クリームを鼻に塗るグループと偽のクリームを鼻に塗るグループの2つに分けて30日後の効果を検証しました。すると30日後、治療用クリームを使ったグループは鼻炎の症状が大幅に改善したのに対して、偽のクリームを使ったグループはほとんど症状が改善しなかったといいます。この研究結果から、ワセリンに含まれる成分は花粉を吸着しやすい性質があり、花粉の鼻の内部への侵入を防ぐことでアレルギー症状を軽減するという効果を期待できることが分かったんです。こんな風に一見すると嘘でしょうというような健康情報でも、実は研究によって効果が証明されていたり、海外では推奨されていたりする場合もあるんです。本当のようで嘘のような情報もあれば、嘘のようで本当の情報もあるということですね。花粉症で辛い思いをしている方は、ぜひワセリンを鼻の穴の入り口に近い部分に塗るという対策を試してみてください。第1章では、風邪などの身近な感染症予防や花粉症対策について解説してきました。ここで一度第1章をまとめておきましょう。ポイント1、風邪予防にはうがい薬を使ったうがいよりも水でうがいをする方が効果的である。うがい液は風邪を引き起こす細菌やウイルスの消毒・殺菌効果がある一方、口の中の正常な細菌まで死滅させる可能性があり、かえって免疫力の低下を引き起こす恐れがある。風邪予防として水によるうがいを1日に 3〜4 回以上実施することを心がけよう。ポイント2、インフルエンザの予防としてマスクの着用は効果が薄い。マスクはあくまで感染拡大の防止に有効であり、インフルエンザから自分の身を守る手段とはなりにくい。インフルエンザの予防としておすすめなのは、ワクチンの接種、手洗い、うがい、人が混雑しているところは避けることである。ポイント3、ワセリンに含まれる成分は花粉を吸着しやすい性質があるため、ワセリンを鼻の穴の入り口に近い部分に塗ることで花粉が鼻の内部へ侵入することを防ぐことができる。その結果、花粉によるアレルギー症状を軽減する効果が期待できる。第2章、ワインには認知症の予防効果あり、認知症予防の嘘本当。続いて第2章では、認知症に関する嘘本当について詳しく解説していきます。認知症といえば、老後に絶対にかかりたくない病気の一つですよね。これまで本要約チャンネルでも認知症対策に関する書籍はたくさんご紹介しておりますが、世の中には本当にたくさんの認知症に関する情報があふれかえっています。そこでこの章では、世の中に広まっている認知症の情報に関して具体的に3つ取り上げて、それが本当かどうか確認していきたいと思います。1、赤ワインには認知症の予防効果がある。2、認知症の1/3は予防できる。3、難聴は認知症のリスクを高める。それぞれ具体的に見ていきましょう。まず1つ目の赤ワインには認知症の予防効果があるについて解説していきます。ネットでワイン認知症と検索すると、ワインでアルツハイマー型認知症を予防できるとか、赤ワインの認知症予防効果といった結果がヒットします。美味しいワインを飲んで認知症が予防できるのであればなかなか嬉しい情報となりますが、そもそもなぜ認知症対策として赤ワインが注目されているのでしょうか。市川先生の調査によりますと、きっかけは1997年にフランスのボルドー大学が発表した論文となります。ボルドー大学の研究では、まずボルドー地方に住む65歳以上の3777人にアンケート調査を実施して、研究開始時点で認知症の人が1人もいなかったことを確認しました。そして3年後、同じ人たちを対象にもう一度アンケート調査を実施しました。再び研究の協力が得られた2273人を詳しく調べたところ、認知症になった人が見つかったといいます。そこで研究チームが認知症になった人と認知症にならなかった人の生活習慣の差を分析したところ、ワインを飲む習慣が認知症の発症率に大きく関わっているという結果を導き出したんです。ところが実はこの研究結果には一つ落とし穴がありました。それはワインの成分が直接的に認知症の発症率に関わっているわけではなく、ワインを適度に飲む習慣がある人は健康的な食生活を送っているケースが多いということが最近の研究で分かってきたんです。ワインにはオリーブオイルを使った野菜や料理、タンパク質を多く含むチーズやお肉などの食材がよく合いますよね。要はワインを飲む習慣自体が大切なのではなく、健康的な食生活の方が重要であり、しっかりとした食事を摂取している人の方がたまたまワインを飲んでいた可能性が高いんです。むしろ近年の調査では、ワインを含むアルコールを飲みすぎると認知症の危険性が高まってしまうことが分かってきています。結論として、ワインを含むアルコールを適度に楽しめるような生活習慣には認知症の発症リスクを減らす効果が期待できると言えます。ワインで認知症予防を目指すのであれば、ワインをガバガバと摂取するのではなく、サラダやチーズをおつまみにして適度にワインをたしなみながら家族や友人と会話を楽しむというライフスタイルを取り入れてみましょう。健康的な食事をしながら誰かと一緒に時間を楽しむことが認知症予防には大切なんですね。続いて2つ目の認知症の3分の1は予防できるという情報について解説していきましょう。2017年にとある権威のある専門誌に、認知症の3分の1は予防しうるという趣旨の研究論文が掲載されました。アルツハイマー病を含む認知症は治療方法が確立されていませんから、予防がとても重要になってきますが、果たして認知症リスクをできるだけ下げることは可能なのでしょうか。結論、認知症の発症リスクをゼロにすることは難しいですが、認知症リスクを下げたり進行を遅らせたり、場合によっては症状が改善することも十分に可能とされています。例えば風邪をイメージすると分かりやすいのですが、風邪をひくと体がだるくなって寝込んでしまうこともありますよね。ですが、もし普段から健康的な食生活や運動をしていて免疫力がしっかりとついていれば、風邪をひいても寝込むまで症状が重くならないかもしれません。一方、いつも睡眠不足で栄養が偏った食生活をしている人は免疫力が低下しているため、軽い風邪がいつまでも治らなかったり、肺炎など他の重い病気まで引き起こしてしまう可能性もあります。つまり同じ風邪という病気にかかったとしても、風邪がすぐ回復するのか、はたまた寝込んでしまうのかといった症状の重さは、その人の体力や生活習慣に左右されるわけです。認知症の考え方も基本は同じと言えます。認知症は脳がダメージを受けて通常の社会生活ができなくなる状態を示していますが、脳の基礎体力がしっかりしていたりきちんとした生活習慣を続けている人は脳のダメージに耐えやすくなるんです。つまり脳の基礎体力を普段から上げることを心がけていれば、認知症を十分に予防することが可能となるわけですね。さて、この脳の基礎体力は専門的には予備力と呼ばれています。脳はたくさんの神経細胞がネットワークを張り巡らせることで働いています。この神経細胞のネットワークがしっかりしている人を予備力が高いと表現するんです。近年の研究では、幼少期に教育をしっかりと受けた人は教育を受けていない人と比べて認知症になりにくいことが明らかになってきているといいます。なぜなら脳のネットワークが最も活発に作られるのは幼少期の頃だからです。ただ、幼少期にあまり教育を受けられなかったからといって落ち込む必要はありません。私たちの脳は生涯にわたって学び続けることが可能であり、何歳になっても脳神経細胞のネットワークを形成して認知症を防ぐことができるんです。特に新しいことを学ぶときや新しいことに挑戦するときは、前頭葉が活発に働くため認知症予防に大きな効果を発揮します。逆に毎日同じような食事をして同じような働き方をして同じようなテレビ番組を見続けるといったルーティンな生活を続けていると、脳が学びを止めてしまうことでネットワークが衰えて、あれよあれよという間に認知症を発症してしまうかもしれません。また気をつけなければならないのは、高血圧や糖尿病、喫煙、肥満などの生活習慣病で脳にダメージを負うことです。特に糖尿病はアルツハイマー病の原因とも言われているタンパク質のアミロイド β を蓄積しやすくなるため、認知症の進行を早める可能性が指摘されています。普段の食生活や運動習慣は脳に直接的なダメージを与えるため、認知症の発症リスクを高めることにつながるわけですね。まとめますと、頭を使って脳を活性化させることで脳の神経細胞のネットワークを強化したり、健康的な生活習慣を維持することで脳へのダメージを抑制したりすることで、認知症の予防は十分に可能なんです。もちろんリスクをゼロにすることはできませんから、認知症を発症した人を生活がしっかりしていないからだ、努力が足りていないからだと批判するのは大間違いです。ですが、自分が認知症を発症しないためにも日頃から認知予防を心がけた生活を送ることがとても重要と言えますね。続いて3つ目の難聴は認知症のリスクを高めるについて見ていきましょう。さて、認知症について調べていく中で、難聴が認知症の発症に関わっているという情報を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。実はイギリスで行われた調査によりますと、中程度の難聴がある人は認知症のリスクが通常の 1.6 倍に上がるという結果が報告されています。難聴と聞くとどこか人ごとのように感じられるかもしれませんが、2015年に日本で実施された18歳以上の人を対象にしたアンケート調査によりますと、聴力に問題を感じている人は 13.1% という結果が出ています。単純に人口に当てはめて計算しますと、日本では1500万人以上が聴力に問題を抱えているんです。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学のフランク・リン博士によれば、難聴と認知症の関係性は2つの可能性が指摘されています。1つは、難聴は社会的な孤立につながること。難聴になると人の声が聞き取りにくくなりますから、会話が難しくなります。そうすると必然的に家族や周囲の人との関わりが減りやすくなりますよね。社会的に孤立してしまうと、精神的なストレスを抱えたりして認知症を発症しやすくなってしまうんです。そしてもう一つは、難聴になることで脳の認知能力が低下することです。聴力が衰えて聞き取れない音が増えると、脳は聞き取れなかった音が何であったかを判断するために大きな労力を割くようになります。音を聞き取ることに集中すれば、脳は他の働きをする余裕を失ってしまいますから、結果として脳全体の認知機能が下がってしまうわけです。このように難聴は認知症のリスクを上げる可能性があることから、大切なのは自分や家族が難聴なのかいち早く気がつくことです。そしてもし難聴だった場合、補聴器などを使うことで聴力を補強し、認知症リスクを下げる対策を取りましょう。自分が難聴になった時、声が聞き取れなくて相手をイライラさせてしまうのが怖くて、コミュニケーションを避けるようになっては認知症が加速してしまいます。また家族が難聴になった時も、会話ができなくてイライラするのではなく、補聴器の使用を勧めるなど適切に対処することができれば、家族を守ることにもつながります。聴力はどうしても加齢とともに衰えてしまうものです。聴力の低下は認知症につながると覚えて、早めに対処することを意識しておきましょう。さて、といったところで、ここで第2章についてまとめておきましょう。ポイント1、ワインを飲むことで認知症の予防効果が期待できるが、ワインに含まれている成分に認知症予防効果があるというよりは、アルコールを適度に楽しめるような生活習慣そのものに認知症の発症リスクを減らす効果が期待できる。ワインで認知症予防をしたい場合は、サラダやチーズをおつまみにして適度にワインをたしなみながら、家族や友人と会話を楽しむというライフスタイルを取り入れてみよう。ポイント2、認知症の原因は脳の神経細胞のネットワークの弱体化や脳にダメージを負うことである。新しいことへの学びや挑戦によって脳を活性化させることで神経細胞のネットワークを強化したり、健康的な生活習慣を維持することで脳へのダメージを抑制したりすることで、認知症の予防は十分に可能である。ポイント3、難聴になると社会的な孤立につながったり、脳全体の認知機能が低下することから認知症の発症リスクが上がってしまう。自分や家族の聴覚の低下を感じた場合は、早めに補聴器をつけるなどの適切な対策をすることで認知症の発症リスクを下げることができると覚えておこう。第3章、ぎっくり腰に○○は古い常識。腰痛を早く治すために大切なことはこれだ。続いて第3章では、身近な病気にまつわる健康情報について具体的に3つに分けて解説していきます。早速ですが、ご紹介する情報は次の3つです。1、過労死ラインは月の残業が80時間、100時間。2、ぎっくり腰は安静にした方が痛みが長引く。3、ちょっとだけ寝不足は徹夜と同じ。それぞれ詳しく見ていきましょう。まず1つ目の過労死ラインは月の残業が80時間、100時間について解説していきます。働き方改革が進む中で過労死ラインという言葉を聞いたことがあるんじゃないでしょうか。労働災害補償保険法では、業務中に事故や病気などに遭った場合、労災保険による給付を受けられると定めています。簡単に言えば、ある病気が仕事のせいで起きれば、私たちは労災保険による給付金を受け取ることができるんです。厚生労働省は、脳や心臓疾患などの病気が発症前1ヶ月間におおむね100時間以上の時間外労働が発生しているか、発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間以上の時間外労働が発生している場合において、仕事と病気の関連性が強いと定めています。要は、過労死ラインが月の残業時間が80時間ないし100時間とされているのは、厚生労働省が定めた過労死の目安というわけですね。この過労死ラインの時間設定は、十分な睡眠時間が確保できているかどうかが大きな根拠となっています。基本的に人間は睡眠時間が1日6時間未満になると、狭心症や心筋梗塞などの病気が発症するリスクが劇的に上がると考えられています。もちろん睡眠時間以外にも仕事によるストレスなども大きく影響してきますので、残業時間が80時間を超えていなければ過労死しないとか、残業時間が100時間未満であれば体は問題ないと安易に数字だけで判断するのはとても危険です。私たちが自分の身を守るために覚えておくべきなのは、過労死ラインにあたる時間外労働ではありません。1日6時間以上眠れないような生活こそが病気のリスクを高めるという部分がポイントなんです。例えば、時間外労働がそこまで発生していなくても、理不尽な上司に毎日のように怒られてストレスで眠れなくなってしまえば、心や体の病気のリスクは跳ね上がってしまいます。本当の意味でしっかりと休息が取れるようなライフスタイルを構築することで、私たちは健康的に生きていけるのだと心得ておきましょう。続いて2つ目のぎっくり腰は安静にした方が痛みが長引くについて解説していきます。さて、突然ですが質問です。あなたがぎっくり腰になった時、控えた方がいいということは次のうちのどれでしょうか。1、普段のように動く。2、痛み止めの薬を飲む。3、安静にする。実はやめておいた方がいいのは3番目の安静にすることなんですね。嘘でしょと思われた方も多いかもしれません。腰を痛めた時は大事をとって安静にしておくのが最も良さそうな気がしますよね。ですが、近年では腰痛の常識が大きく変わっているんです。世界中で行われた研究をまとめた調査によりますと、腰痛を発症した人ができるだけ安静にしたケースと体を動かしたケースの回復具合を比較した場合、安静にしていた方が回復が遅くなるということが明らかになっています。しかも安静にしているほど仕事など日常生活に復帰するまでに長い時間がかかっていることも判明したんです。実は日本で現在使われている医者が腰痛を治療する際のガイドラインにも安静は必ずしも有効な治療法とは言えないと明記されています。なぜ安静にしていると治りが遅くなるのかといえば、ベッドで安静にしていることで足腰の筋肉が急速に衰えてしまうからと言われています。ぎっくり腰になった時に安静にしていると腰を支える筋肉が衰えてしまうため、腰の負担を支えきれずに痛みが悪化してしまう危険性があるんです。また筋肉を使わないことで腰周りの血流が悪くなることも回復が遅くなる原因とされています。さらにカナダのマギル大学が2011年に発表した研究では、半年以上にわたって腰痛に悩む人の脳を調べたところ、痛みの処理に関わる脳の領域の体積が減って働きが衰えていたといいます。その結果、普通よりも脳が痛みを感じやすくなっている可能性が明らかとなったんです。ぎっくり腰は非常に強烈な痛みを伴います。あんな痛みはもう二度とごめんだと恐怖心を覚えると、できるだけ腰を安静に保っておこうという意識が生まれます。すると腰周りの筋肉を動かさなくなることから回復が遅れて痛みが治りにくくなってしまいます。そうこうしているうちに脳がこの痛みはずっと続くのではないかと恐怖心を抱いて、さらに動くことに消極的になるという悪循環が働いてしまうんです。その過程で脳が痛みを必要以上に感じるようになってしまうと推察されています。このような研究が世界的に進んだ結果、現在ではぎっくり腰になった時は早めに鎮痛剤などで痛みを抑えて、普段と変わらない生活をするように心がけるよう推奨されるようになっています。日本で腰痛に悩む人は2800万人以上もいるとされています。そして2800万人の約半数が3ヶ月以上続く慢性的な腰痛を抱えているというんです。もちろんぎっくり腰になってすぐに重いものを持ったり無理をするのは厳禁です。ですが、腰痛を必要以上に怖がることでどんどん症状は悪化し、痛みを感じやすい体質になってしまいます。腰痛の克服のためには痛みから逃げて安静にするのではなく、薬などで痛みを抑えつつ無理のない範囲で普段通りの生活を送るように心がけていきましょう。そっちの方が腰痛の治りが早くなる可能性が高まっていきます。最後に3つ目のちょっとだけ寝不足は徹夜と同じについて解説していきます。睡眠負債という言葉を聞いたことがありますでしょうか。睡眠不足による影響はまるで借金のように蓄積していって、睡眠負債を返済しないでいると脳のパフォーマンスの低下につながったり、がんや認知症など様々な生活習慣病のリスクを高めてしまうことが指摘されています。アメリカのペンシルバニア大学の研究チームが、被験者を8時間睡眠、6時間睡眠、徹夜の3つのグループに分けて、注意力や集中力がどう変化するのか2週間にわたって観察するという実験を行いました。その結果、徹夜のグループは初日から成績が急激に下降したといいます。逆に8時間睡眠のグループはパフォーマンスの衰えは観察されなかったという結果が出ました。意外な結果となったのは6時間睡眠のグループです。6時間睡眠の場合、最初は成績に変化はなかったものの、時間が経過するにつれて脳の働きが衰えて、2週間後には徹夜したグループと同じレベルになっていたといいます。さらに興味深いのは、徹夜をしたグループは強い眠気などの自覚症状があった一方で、6時間睡眠のグループの多くの人には自覚症状がなかったことです。つまり極端な睡眠不足と比べてわずかな寝不足が続いた場合、その影響を自覚しにくいというデメリットがあるんです。これってある意味徹夜よりも恐ろしいですよね。自分が本調子でないことに気がつかないまま仕事をしていたら、思わぬミスやトラブルを起こしてしまう可能性があります。車の運転のようにちょっとしたミスが重大な事故につながる危険性もあるわけですから、自覚がないというのは非常に恐ろしいことです。ちょっとした睡眠負債の蓄積は徹夜と同じパフォーマンスレベルに低下するばかりか、自覚症状がないという意味では徹夜よりも悪質かもしれません。睡眠は脳のパフォーマンスと密接に関わっていて、脳のパフォーマンスを高めるためには十分な睡眠時間を確保することが大切だということは様々な研究で指摘されています。また、睡眠不足は脳のパフォーマンスに悪影響を及ぼすだけでなく、アルツハイマー型の認知症のリスクを高めるなど、様々な生活習慣病とも関わっています。仕事や家事などで忙しいと、どうしても十分な睡眠時間を確保できない時もありますが、重要なのは寝ることは必要だという意識を持つことです。ほんの少しの睡眠不足が続く生活が自分でも気がつかないうちに様々なミスやトラブルにつながっていたり、病気のリスクを高めてしまう可能性がありますので、できるだけ睡眠負債を蓄積しない生活を心がけるようにしましょう。さて、ということで第3章では身近な病気に関する情報について詳しく丁寧に解説してきました。ここまでで第3章についてまとめておきましょう。ポイント1。厚生労働省は時間外労働が1ヶ月で100時間ないし2ヶ月から6ヶ月で80時間という過労死ラインを設定しているが、その本質は睡眠時間にある。私たちが意識すべきなのは単純な時間外労働の時間ではなく、本当の意味でしっかりと心も体も休息が取れるようなライフスタイルを構築することである。ポイント2。ぎっくり腰になった時、安静にすることでむしろ腰痛の回復が遅くなる可能性が指摘されている。腰痛の早期改善のためには、腰回りの筋肉を維持するためにも鎮痛剤などを使用して痛みを抑えつつ、無理のない範囲で普段通りの生活を送ることが大切と覚えておこう。ポイント3。睡眠負債が蓄積すると集中力や注意力など脳のパフォーマンスの低下につながる。特に極端な睡眠不足と比べてわずかな寝不足が続いた場合、その影響を自覚しにくいというデメリットがある。ほんの少しの睡眠不足が続くと、自分でも気がつかないうちに仕事上のミスやトラブル、病気などにつながる恐れがあるため、できるだけ睡眠負債を蓄積しない生活を心がけるようにしよう。さあ、いかがだったでしょうか。本日は教養としての健康情報、それ本当に信じていいですかをご紹介させていただきました。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになるより一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。また、このチャンネル以外にも2つ本要約チャンネルをやっておりますので、興味がある方はぜひそちらも覗いてみてくださいねということで、それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。